さんこんにちは、参議院議員の中西健二です。本日は多摩区連合支部の定期大会、無事に行われましたことをお喜び申し上げます。じゃあ私も今日一日神奈川県で回っているんですけど、今日天気がいいせいか、車がたくさん出てまして、大渋滞ということで、私は総会の初めに来させていただくということを、上司部長の方に申し上げていたんですけれども、少し遅れてしまいました。来たらですね、まだお彼岸ですので、先週水曜日雪が降ったりして、赤間に行けなかった方々も今日随分外に出てらっしゃるということではないかと思います。今日こちらに来させていただいて欲しい思いました。大体こうした総会というのは、あまり質問が出なかったり意見が出ないというところが非常に多いんですけれども、こちらは活発だなというふうに思いました。それだけ皆さんのご関心が高い、党の活動についてのご関心が高いということなんではないかと思います。ご承知の通り、国政の方では来週の火曜日に佐川前長官の承認喚問があったりして、これからちょっとどうなるのかというのは、まだまだ目が離せない、分からないというところもありますけれども、外に目を転じますと、昨日アメリカの株価がまた暴落しているということであります。日本の株価も昨日大きく下がりました。米中貿易戦争ということもありますし、メガネ様になってきましたし、5月には米朝の首脳会談、本当にうまくに行くのかと、こうしたこともあります。一刻の猶予もないというところじゃないかと思います。それぞれの町場でしっかり仕事をしていきたいと思います。土井新支部長というか、県連の新幹事長のしっかりとお支えしながら、来年の統一地方選挙に向けて、私の方も皆さんと力を合わせていきたいと思います。どうぞ今後よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。すいません、失礼します。